芥川龍之介作歯車。1レーンコート。僕はある知り人の結婚披露式に連なるためにカバンを一つ下げたまま東海道のある停車場へ、その奥の避暑地から自動車を飛ばした。自動車の走る道の両側は大抵松ばかり茂っていた。上り列車に間に合うかどうかはかなり怪しいのに違いなかった。自動車にはちょうど僕のほかにある理髪店の主人も乗り合わせていた。彼は夏目のように丸々と太った短い顎ひげの持ち主だった。僕は時間を気にしながら時々彼と話をした。妙なこともありますね。バツバツさんの屋敷には昼間でも幽霊が出るって言うんですが。昼間でもね。僕は冬の西日の当たった向こうの松山を眺めながらいい加減に調子を合わせていた。もっとも天気のいい日には出ないそうです。一番多いのは雨の降る日だって言うんですが。雨の降る日に濡れに来るんじゃないか。ご冗談で。しかしレーンコートを着た幽霊だって言うんです。自動車はラッパを鳴らしながらある停車場へ横付けになった。僕はある理髪店の主人に別れ停車場の中へ入っていった。すると果たして上り列車は 2,3 分前に出たばかりだった。待合室のベンチにはレーンコートを着た男が一人ぼんやり外を眺めていた。僕は今聞いたばかりの幽霊の話を思い出したが、ちょっと苦笑したぎり、とにかく次の列車を待つために停車場前のカッフェへ入ることにした。それはカッフェという名を与えるのも考えものに近いカッフェだった。僕は隅のテーブルに座りココアを一杯注文した。テーブルにかけたオイルクロースは白地に細い青の線を粗い格子に引いたものだった。しかしもう隅々には薄汚いカンバスを表していた。僕は煮皮臭いココアを飲みながら人気のないカッフェの中を見回した。ほこりじみたカッフェの壁には親子丼だのカツレツだのという紙札が何枚も貼ってあった。地卵、オムレツ。
僕はこういう紙札に東海道線に近い田舎を感じた。それは麦畑やキャベツ畑の間に電気機関車の通る田舎だった。次の上り列車に乗ったのはもう日暮れに近い頃だった。僕はいつも二等に乗っていたが、何かの都合上その時は三等に乗ることにした。汽車の中はかなり混み合っていた。しかも僕の前後にいるのは、大磯かどこかへ遠足に行ったらしい小学校の女生徒ばかりだった。僕は巻きたばこに火をつけながらこういう女生徒の群れを眺めていた。彼らはいずれも快活だった。飲みならずほとんどしゃべり続けだった。写真屋さん、ラブシーンって何？やはり遠足についてきたらしい僕の前にいた写真屋さんは、なんとかお茶を濁していた。しかし十四五の女生徒の一人はまだいろいろのことを問いかけていた。僕はふと彼女の鼻に蓄膿症のあることを感じ、何か微笑まずにはいられなかった。それからまた僕の隣にいた十二三の女生徒の一人は、若い女教師の膝の上に座り、片手に彼女の首を抱きながら、片手に彼女の頬をさすっていた。しかも誰かと話す合間に時々こう女教師に話しかけていた。かわいいわね、先生は。かわいい目をしていらっしゃるわね。彼らは僕には女性とよりも一人前の女という感じを与えた。リンゴを皮ごとかじっていたり、キャラメルの紙をむいていることを除けば。しかし年笠らしい女生徒の一人は、僕のそばを通るときに誰かの足を踏んだと見え、ごめんなさいましと声をかけた。彼女だけは彼らよりも混ぜているだけに、かえって僕には女生徒らしかった。僕は巻きたばこをくわえたまま、この矛盾を感じた僕自身を冷笑しないわけにはいかなかった。いつか電灯を灯した汽車はやっとある郊外の停車場へ着いた。僕は風の寒いプラットフォームへ降り、一度橋を渡った上、商船電車の来るのを待つことにした。すると、偶然顔を合わせたのは、ある会社にいる T 君だった。僕らは電車を待っている間に、不景気のことなどを話し合った。T 君はもちろん僕などよりもこういう問題に通じていた。が、たくましい彼の指にはあまり不景気には縁のない
トルコ石の指輪もはまっていた。大したものをはめているね。これか？これはハルピンへ商売に行っていた友達の指輪を買わされたんだよ。そいつも今は往生している。コーペラティブと取引ができなくなったものだから。僕らの乗った商船電車は幸いにも汽車ほど混んでいなかった。僕らは並んで腰を下ろし、いろいろのことを話していた。T 君はついこの春にパリにある勤め先から東京へ帰ったばかりだった。したがって僕らの間にはパリの話も出がちだった。海洋婦人の話、カニ料理の話、ご外遊中のある殿下の話。フランスは存外困ってはいないよ。ただ元来フランス人というやつは税を出したがらない国民だから内閣はいつも倒れるがね。だってフランは暴落するしさ。それは新聞を読んでいればね。しかし向こうにいてみたまえ。新聞市場の日本なるものはのべつに大地震や大洪水があるから。するとレーンコートを着た男が一人僕らの向こうへ来て腰を下ろした。僕はちょっと不気味になり、何か前に聞いた幽霊の話を T 君に話したい心持ちを感じた。が T 君はその前に杖の柄をくるりと左へ向け、顔は前を向いたまま小声に僕に話しかけた。あそこに女が一人いるだろう。ネズミ色の毛糸のショールをした。あの西洋髪に言った女か。うん。風呂敷包みを抱えている女さ。あいつはこの夏は軽井沢にいたよ。ちょっと洒落た洋装などをしてね。しかし彼女は誰の目にもみすぼらしいなりをしているのに違いなかった。僕は T 君と話しながらそっと彼女を眺めていた。彼女はどこか眉の間に気違いらしい感じのする顔をしていた。しかもそのまた風呂敷包みの中から豹に似た海面をはみ出させていた。軽井沢にいた時には若いアメリカ人と踊ったりしていたっけ。モダーン、なんというやつかね。レーンコートを着た男は僕の T 君と別れる時にはいつかそこにいなくなっていた。僕は商船電車のある停車場から
やはりカバンをぶら下げたまま、あるホテルへ歩いて行った。往来の両側に立っているのは、大抵大きいビルディングだった。僕はそこを歩いているうちに、ふと松林を思い出した。のみならず、僕の視野のうちに妙なものを見つけ出した。妙なものを？というのは、絶えず回っている半透明の歯車だった。僕はこういう経験を前にも何度か持ち合わせていた。歯車は次第に数を増やし、半ば僕の視野を塞いでしまう。が、それも長いことではない。しばらくの後には、消え失せる代わりに、今度は頭痛を感じ始める。それはいつも同じことだった。眼科の医者は、この錯覚のために、たびたび僕に絶縁を命じた。しかし、こういう歯車は、僕のタバコに親しまない二十歳前にも見えないことはなかった。僕は、また始まったなと思い、左の目の視力を試すために、片手に右の目を塞いでみた。左の目は果たして何ともなかった。しかし、右の目のまぶたの裏には歯車がいくつも回っていた。僕は右側のビルディングの次第に消えてしまうのを見ながら、せっせと往来を歩いていった。ホテルの玄関へ入った時には、歯車ももう消え失せていた。が、頭痛はまだ残っていた。僕は、外套や帽子を預けるついでに、部屋を一つ取ってもらうことにした。それから、ある雑誌社へ電話をかけて、金のことを相談した。結婚披露式の晩餐は、とうに始まっていたらしかった。僕はテーブルの隅に座り、ナイフやフォークを動かし出した。正面の新郎や新婦をはじめ、白い王子系のテーブルについた50人余りの人々は、もちろんいずれも陽気だった。が、僕の心持ちは、明るい電灯の光のもとに、だんだん憂鬱になるばかりだった。僕は、この心持ちを逃れるために、隣にいた客に話しかけた。彼は、ちょうど獅子のように、白い頬ひげを伸ばした老人だった。のみならず、僕も名を知っていた、ある名高い漢学者だった。したがって、また僕らの話はいつか古典の上へ落ちていった。キリンはつまり一角獣ですね。それから鳳凰も、フェニックスという鳥の、この名高い漢学者は、こういう僕の話にも興味を感じているらしかった。僕は機械的に喋っているうちに、だんだん
病的な破壊欲を感じ、行春を架空の人物にしたのはもちろん、春秋の著者もずっと後の寛大の人だったことを話し出した。するとこの漢学者は露骨に不快な表情を示し、少しも僕の顔を見ずに、ほとんど虎のうなるように僕の話を切り離した。もし行春もいなかったとすれば、孔子は嘘をつかれたことになる。聖人の嘘をつかれるはずはない。僕はもちろん黙ってしまった。それからまた皿の上の肉へナイフやフォークを加えようとした。すると小さい牛が一匹静かに肉の縁にうごめいていた。牛は僕の頭の中にワームという英語を呼び起こした。それはまたキリンや鳳凰のようにある伝説的動物を意味している言葉にも違いなかった。僕はナイフやフォークを置き、いつか僕の杯にシャンパーニュの継がれるのを眺めていた。やっと晩餐の済んだ後、僕は前に取っておいた僕の部屋へこもるために人気のない廊下を歩いていた。廊下は僕にはホテルよりも監獄らしい感じを与えるものだった。しかし幸いにも頭痛だけはいつの間にか薄らいでいた。僕の部屋にはカバンはもちろん帽子や外套も持ってきてあった。僕は壁にかけた街灯に僕自身の立ち姿を感じ、急いでそれを部屋の隅の衣装戸棚の中へ放り込んだ。それから鏡台の前へ行き、じっと鏡に僕の顔を映した。鏡に映った僕の顔は皮膚の下の骨組みを表していた。牛はこういう僕の記憶にたちまちはっきり浮かび出した。僕は戸を開けて廊下へ出、どこということなしに歩いていった。するとロッピーへ出る隅に緑色の傘をかけた背の高いスタンドの電灯が一つガラス戸に鮮やかに映っていた。それは何か僕の心に平和な感じを与えるものだった。僕はその前の椅子に座り、いろいろのことを考えていたが、そこにも五分とは座っているわけにいかなかった。レーンコートは今度もまた僕の横にあった長椅子の背中にいかにもだらりと脱ぎかけてあった。しかも今は寒中だというのに、僕はこんなことを考えながらもう一度廊下を引き返していった。
廊下の隅の給仕だまりには一人も給仕は見えなかった。しかし彼らの話し声はちょっと僕の耳をかすめていった。それは何とか言われたのに答えた All right という英語だった。オールライト？僕はいつかこの対話の意味を正確につかもうと焦っていた。オールライト？オールライト？何が一体オールライトなのであろう？僕の部屋はもちろんひっそりしていた。が、戸を開けて入ることは妙に僕には不気味だった。僕はちょっとためらった後、思い切って部屋の中へ入っていった。それから鏡を見ないようにし、机の前の椅子に腰を下ろした。椅子はトカゲの皮に近い青いマロック川の安楽椅子だった。僕はカバンを開けて原稿用紙を出し、ある短編を続けようとした。けれどもインクをつけたペンはいつまでたっても動かなかった。のみならずやっと動いたと思うと同じ言葉ばかり書き続けていた。 All right All right All right, sir All right。 そこへ突然鳴り出したのはベッドのそばにある電話だった。僕は驚いて立ち上がり、受話器を耳へやって返事をした。どなた？あたしです。あたし。相手は僕の姉の娘だった。なんだい？どうかしたのかい？ええ、大変なことが起こったんです。ですから、大変なことが起こったもんですから、今、おばさんにも電話をかけたんです。大変なこと？ええ、ですからすぐに来てください。すぐにですよ。電話はそれぎり切れてしまった。僕は元のように受話器をかけ、反射的にベルのボタンを押した。しかし、僕の手の震えていることは、僕自身はっきり意識していた。給仕は容易にやってこなかった。僕は苛立たしさよりも苦しさを感じ、何度もベルのボタンを押した。やっと運命の僕に教えたオールライトという言葉を了解しながら、僕の姉の夫はその日の午後、東京からあまり離れていないある田舎に歴史していた。
しかも季節に縁のないレインコートを引っ掛けていた。僕は今もそのホテルの部屋に前の短編を書き続けている。真夜中の廊下には誰も通らないが、時々戸の外に翼の音の聞こえることもある。どこかに鳥でも飼ってあるのかもしれない。